アイテム番号 SCP-205JT。 オブジェクトクラスユークリッド・ニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-205JT はサイト8141の6号標準人型収容室にて保護されます。 SCP-205JT には自身の特性に対するどんな情報も与えてはいけません。また担当職員及び研究員は SCP-205JP と親しかった人物以外で構成されなければいけません。 SCP-205JP には1日3食の食事を与え、要求されたものはそれが適切である限り与えて構いません。担当職員は3日ごとに従順性心理テストを受け、65点以上の成績を収めることができなければ担当から外されます。これは SCP-205JP に同情的な職員を判別し除外するための手順です。担当職員は2009年10月7日、15時15分に、SCP-205JP に拘束器具をはめ、政府、プロトコル、3、シグマ、保安上の理由による、対象の即時抹殺、講師の許可証及び本報告書を SCP-205JP 実態にくくり付けてください。2009年10月7日、15時40分、トリガー、タイムラインを迎えた SCP-205JP はその場から消失するので、以降は SCP-205JP のオブジェクトクラスをニュートラライズドに変更してください。更新、2009年、10月、7日、15時41分に SCP-205JP のオブジェクトクラスはニュートラライズドに変更されました。説明。SCP-205JP はもともと財団職員であったエージェントです。エージェントは2009年9月16日の嘆きの水曜日事件の際にサイト81のカフェテリアでいくつかの収容違反した SCP オブジェクトの影響を受け、その異常性を発揮するようになりました。SCP-205JP は、2009年10月7日の午後3時40分、トリガータイムに至ると、その際どこにいようとも2009-9-17の午前9時20分、ベース、タイムのサイト、81、のカフェテリアにタイムループします。ベースタイムにタイムループした SCP-205JP は、その時点で SCP-205JP-X と再分類されます。X の値は、そのベースタイムにいる他の SCP-205JP の数によって変動します。2009年9月17日、エージェントがセクター8131で SCP-JP の収容任務に当たっていた際、サイト81のカフェテリアに突如拘束された状態で、二人のエージェントと別の拘束されていないエージェントが現れました。拘束状態のエージェントたちには SCP-205JP の報告書がくくりつけられていました。報告書には彼らが1ヶ月後の2009年10月7日からタイムループしてきたことが書かれていました。財団はすぐさま、3人のエージェントをそれぞれ SCP-205JP1、SCP-205JP2、SCP-205JP3 として分類しました。報告書には、もし拘束状態の SCP-205JP 実態がタイムループしてきたようであれば、SCP-205JP1、2、3に政府プロトコル、3、シグマを実行するようにとの提言がありました。その報告書は何ら不備のない完璧なものであり、信用に値するものであるとの事実が複数の研究員たちの調査により明らかになりました。SCP-205JP1、2、3に対する政府、プロトコル、3シグマの施行は、O508 により許可され、実行に移されました。セクター8131にいたエージェントは SCP-205JP と分類され、すぐさま確保、収容されました。
なお、当時サイト、81のカフェテリアにいた全職員には観光令が敷かれ、トリガータイムが来るまで、一切の情報を SCP-205JP に与えてはいけないことになりました。付録 205JP、A、SCP-205JP1、2にくくり付けられていた応募、08の提言の副写。君がこれを読んでいるということは、SCP-205JP がループしたということであり、我々の推測は正しかったということだ。サイト、81にもう一人のエージェントが現れたとき、我々はこれがただ一度きりの異常性の発言なのだと最初は考えた。しかし、ループが繰り返されるのではないかと多くの研究者は危惧し、それに備えるべきであると主張した。そこで私は二人のエージェントの拘束を命じ、報告書と君が今読んでいるこの紙と、政府プロトコル、3、シグマ、講師の許可証をくくり付け、10月7日が来るのを待つことにした。もしも、拘束された二人のエージェントと、拘束されていないエージェントがサイト、81に現れたなら、その三人を無力化してほしい。もし SCP-205JP を保護し続けた場合、緩やかな NK、クラス世界終焉シナリオを引き起こすことになるだろう。SCP-205JP がベースタイムにループした場合、SCP-205JP と SCP-205JP1 が存在することになる。それから約1ヶ月後、そのまま、3、シグマ、を試行せずにトリガー、タイムを迎えた場合、SCP-205JP 及び SCP-205JP1 はベースタイムへと再びループする。すると、今度は SCP-205JP、SCP-205JP1、SCP-205JP2、SCP-205JP3 が2009年の9月17日に存在することになる。そのまま次のトリガータイムを迎えた場合、何が起こるのか賢明な職員である君にはもうわかるだろう。君たちが適切な判断を下すことを願う。応募、08。SCP-205JP に同情的な者がいることもわかります。あの、嘆きの水曜日、事件の時、エージェント、他ならぬ私を救おうとして SCP オブジェクトに暴露し、この異常性を持つようになったのですから、とはいえ、私たちはこの処置を止めるわけにはいきません。3シグマとは必要不可欠な安全措置であり、そこに市場を挟む余地はないのです。日本支部理事。